僕帰る。あ、雪乃ちゃん。あ、どいつもこいつもビビりやがって。あと一台なのにな。仕方ないよ、兄貴が強すぎるんだ。まあな。俺が相手になってやる。お前ビビって逃げたんじゃなかったのか。野宿でもいいやって腹を決めたらゆとりなんてものができちゃってね。あはははは、あはは、はうわうわうわ。いい度胸だ。そんなどうってことないよ。それよりそっちこそ後悔するなよ。なに、この兄貴が999段のマシンを血祭りにあげたって話は嘘じゃないんだぞ。数なんてどうだっていいよ。勝負しようって言ってきたのはそっちの方だろ。どっちが早いか決着をつければいいだけのことじゃないの。違う。なに、なに、その通りだ。ついてこい。兄貴待ってくれよ。ここでやるのは武士の情けだ。なんだそれ。自分のマシンが無様にやられるところを人に見られたくはないだろう。ふん、そういうもんか。俺の勝負を受けて逃げなかったのは褒めてやるぜ。ありがとう。どんなことでも褒められるのは気分がいいね。ここのコースを2周だ。ゴールラインはここ、いいか。わかった。いつでもいいぞ。うん。レディー。これで千台目だ。ゴー。僕はこんなに空いてるのにわざわざケツにつくことはないだろう。うるせえ。多いんだよなこの手のレーサーが。クソを潰してやる。追いついた。ああ、こいつ結構伸びるな。こいつこんなのもあるのか。ほらほら、こっちのリーチは長えぜ。すごいな。次のコーナーであいつを串刺しにしてやる。お、今のか。スピードに乗っちまえばこっちのもんだ。あそこを曲がればあと一瞬。ドア。ハハハ、ゴラッタ。串刺しにしてやる。仙台にゲット。嘘。壊れちゃったの。見たかよ今の。信じらんねえ。そう、負けた。俺が自信を持って作り上げたマシンが負けた。大丈夫か。あー、ひでえな。まさかぶつかって壊れるなんて思ってなかったからさ。勝負は勝負、負けたのは俺だ。つまんねえ。ゴールまで走んないなんてつまんないぞ。また作れよお前のマシン。そしたらまた勝負してやら。ホーキー。あ、お
んなところで何やってんだ。おじさん、相変わらずミニ四駆が好きなんだな。でも走らせるならちゃんとした練習場があるだろう。ちょっと事情があってね。帰るんだったら送っていくぞ。お、お、あれ、あれ、おじさんちってこの辺だった？いや、こっから2つ隣の町だけど、仕事の帰りに通りかかったんだ。乗っていくか。助かった。おじさん、頼みがあるんだ。車の中で聞くよ。やったラッキー、これで野宿しなくて済むぞ。また勝負しような。ゴーキ。あいつの名前はゴーキっていうのか。悔しいけどすげえやつだ。奥のうちに止めてくれ。できればずっと。僕の方は構わないけど、お父さんは知ってるのか。父さんの命令なんだ。命令？これで決まり。おじさんちへ行こう。エツヤも元気でミニ四駆をやってるか。うん。え、おじさん家行くときこんなところどうしたっけ。一人拾っていくことになった。拾う？社長はどうします？帰りますか？全然釣れん。じゃあ決まりですね。誰あのおっさん。うちの社長さ。社長？嘘だろ。服だって今冬だよ。なんだこの細かいのは。僕の甥っ子でゴーキって言います。よっ、お、あ、そんなのいたのか。おじさん、その細かいってのはないだろ。小銭じゃないんだから。一緒だ。するとこのちっこい坊主のおふくろさんはアフリカでライオンとかキリンとかの。そうです、研究を続けている動物学者です。ずっと帰ってこんのは、こんなのよりライオンの子供の方がよっぽど可愛いからだろう。連絡はあるんだろ。電話したり手紙書いたりしょっちゅうしてるよ。なら結構。さあ着いたぞ。ノッポの家よりこっちの方が断然グーだね。気に入った？うん。ねえ、あそこは？あそこ。ああ、一番上のあれ。あそこはガラクタ置いとく部屋だ。あそこ使っていい？いいけど。やったー。 おい、ゴーキー。やったー。うわーい。どこだ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 。ここか。いろんなもんがある。これ使えんな。今度なんか作ろう。まずテント作るんだけどな。南、これお隣さんに届けてきて。いいわよ。よっ、こいつだ。オーケー。ちょっと古いけど十分に使えんな。やっほー。おじさん、洗濯物持ってきたわよ。ああ、ありがとう。なんだ。はあ。ああ。いってえ。ちょ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 。お前な。見事に抜けたな。あんた誰？俺？俺は今日からここに住むことになった一文字大きいです。じゃあ、ということで。大丈夫なの？あんなのここに置いて。
面白いじゃないか。子供はあのくらい元気があった方がいい。でもきっとこの先なんか面倒起こすわよ。ライオンの子はライオンだ。ライオン？親から離れても餌さえ欠かさなきゃ一人で生きていけるだろう。ライオンね。俺も母さんに負けずに一人でやっていくぜ。ミニ四駆で一番速いレーサーになってやる。頼むぜマックスブレーカー。あたしミナミ、ミニ四駆のことはよく知らないけど、ゴーキッドとか隣に引っ越してきちゃったでしょ。それでちょっぴり、そのゴーキってすっごい自信家、俺が世界一のミニ四駆レーサーだなんてバカって。悪いか、みんなはビクトリーズが世界一だって言ってるわよ。おお、だったらビクトリーズと勝負してやろうじゃないか。次回勝負だぜビクトリーズ。みんな一緒に走ろうぜ。